1時30分になりました。それではこの時間は内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、あ、こんにちは。よろしくお願いします。内藤証券の浅井です。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、今日は寒いですね。相場の方はちょっともみ合ってますけれども、ひとまずですね、来週の予定からちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、その前に先週1月の雇用統計の発表がありまして、こちらが25.7 万人増と前月比でですね、ということで、11月12月の上方修正されたということでですね、ニューヨークの方は60ドル安だったんですけれども、その雇用統計の強さによるですね、利上げ接近などそういった心配よりもむしろギリシャのソブリン債が格付けがですね引き下げられたことによる、ちょっと下げ の, 面が強かったんじゃないかと思います。利上げについてはですね、若干ちょっと慣れも出てきたのかなという気もいたします。あと今週の予定ですけれども、今日3時からですね、景気ウォッチャー調査の発表がございまして、現状判断 DI が12月に 45.2 と5ヶ月ぶりに改善しておりますので、この基調が引き続き続くかどうか、予想は 45.5 で若干のプラスを予想しております。それからあとはそうですね、木曜日に機械受注統計、工作機械受注ということで設備投資関係の指標が発表されまして、こちらも例えば工作機械受注、過去最高水準で推移しておりますので、これが一段と増加するかどうかというのが注目されるところです。あとそうですね、アメリカの方の小売売上高、ミシガン大の消費者信頼感指数というところで、消費関連指標が注目されるというところですね。それでは日経平均株価の動きを見ていただきます。日経平均株価の動きですけれども、引き続き高値圏で頑強な動きというところですね。25日線ちょっと上向いたり下向いたり上向いたりしておりますけれども、もうこの75日線がくっついてくるこの辺りになると何らかの動きが出てくるのかなという気もいたします。どちらかというとですね、海外情勢に引っ張られまして、調整局面が続いているような状況なんですけれども、どちらか水準的には非常に上の方、買い方優位の水準が続いているということですね。トピックスも同様でございます。トピックスも同様で、買い方優位の水準で引き続き推移しているというところですね。若干ちょっと今日も上値が重いんですけれども、どちらかというと強気スタンスでという感じでがいたします。それから海外投資家の売買動向は先々週なんですけれども、若干の売り越しということでございました。そして信託銀行の売買動向、こちらの方は年金資金の買い手口などが出てくると見られているところですけれども、4週連続の買い越しということで、信託銀行にすればですね、非常に高水準の買い越しが続いているということは言えるかと思います。そして株価指数動向に移ります。株価指数動向はですね、こういった感じでございまして、電気、機械といった景気敏感株が相対的なパフォーマンスが低下しておりまして、あと公共都市関連の建設なんかも悪化しております。逆に医薬品、陸運なんかもちょっと直近お辞儀しておりますね。逆にその卸売とかエネルギー関連とかそういったところがちょっと若干底入れの兆しを見せているかなという感じです。もう一つ、それこちらの方を見ますと、景気敏感株関連、敏感株であります輸送機器、自動車の方が下向きになっておりまして、買い運はやや行ってこい気味ですね。まだその株価水準からすればまだ上はある可能あるかとは思うんですけれども、若干目先は行ってこい気味。それから小売業が強いですね。小売業、そして今まで相場の圏外だった銀行、不動産といったところ、それから先ほどありました素材関連、エネルギー関連の一角といってもいいでしょう。鉄鋼株も上向いているという状況でございます。今日はですね、ちょっとチャートの方を見ていただくんですけれども、どういったチャートかといいますと、この
何も書いてないチャートなんですけれども、これです。こういった形のチャートの場合ですね、ここで安値をつけてもみ合いという形、もみ合いに入りました。もみ合いに入ってここを再びこう移動平均で頭押さえになりながらこの安値を割り込んでくると一段安になりやすいということが言えるわけなんですね。ここで押し目買いとか入ったところが逆にここからもう割り込んでしまうとここからはこの水準が戻り売りの水準になってしまって一段安を招くということになりやすいわけですけれども、このチャートを見ていただいておかしいと思うのはこの値段が逆になってます。そうです、これ逆転しているチャートなんですが、こういったチャートですね、このチャートをひっくり返したものだったんですけれども、この13年から14年にかけてのこの高値水準をこう抜いてくるという形になってくると次第にここが戻り売り水準だったのが逆に押し目買い水準になってくるというのは皆さんご存知だとは思うんですけれども、改めて確認させていただきますと、そしてここで下がろうとするとこの辺になると押し目買いが入ってきて株価の方は一段高になりやすいということなんですね。今日はそういった銘柄をちょっとご紹介してみようと思いまして、いろいろ選んでみました。この表に出ている今日も20銘柄選んできましたけれども、2013年14年の高値を今年に入って更新してきた銘柄というところで、トピックスの1000の採用銘柄で、今年に入って昨年一昨年高値を更新して、前回高値からの上昇率が 5% 以内にとどまっている銘柄ですね。高値更新したけれどあまり上がっていない銘柄を中心に選んでみました。といったところで、業績はいろいろこの足元の業績は良くないんですけれども、良くない銘柄もあるんですけれども、例えば地盤改良の小ボンド建設であるとかですね、これは採算重視の受注で12月期の営業利益が過去最高というところで、業績続伸でございます。PR は若干高めですけれども、先ほど見ましたようにチャート面というのは非常にこう高値更新したばっかりというところでございます。あと浚渫大手ですね、海上土木の大手であります御用建設、内陸の方もやっておりますけれども、こちらの方も出てきてました。公共投資関連と、しまして、物色が続いているという状況でございます。あと DCM、 これはホームセンターのトップですね、トップ企業です。792円、業績は小幅ながらも続伸というところで、PR は10倍台、配当利回り 2.53 と割安感が出ている株であります。あと東亜合成金加とですね、化学株が出てます。化学株の方、こういったところも原油安メリットというのもあるでしょうし、逆にそれが製品安につながる場合もございますが、先ほどのチャートですね、この金加のチャートなんですね、金加のチャート、このチャートだけを見ますとここから一段高の可能性は十分あるという形なんですけども、ただ今日の3時に発表、決算発表を控えておりまして、この内容によっては逆にその一段安となる可能性も、もちろん考えておかなきゃならないんですけれども、チャート面だけ見ると一段高にある可能性はあるということです。それから、続いて見てみましょう。あと強林製薬ですね、強林製薬、こちらの方は喘息薬とか作っております新薬の薬品企業でございますけれども、後発薬も1割ぐらいやってる会社ですね。 OBC はオービックのビジネスコンサルタント、中小企業向けの業務パッケージソフトでございます。奉行シリーズとかでテレビでコマーシャルとかやってますけども、あと OSG は切削自動車とか広告向けの精密切削工具の大手、月島機械は上下水処理の化学プラント大手というところでございますね。双葉電子は車載向けのタッチパネルなんかやっております。あと、もう1枚ですね、日東電工をはじめ、これなんかかなり安値から上昇しましたけども高値更新ということでピックアップしてみました。こちらの方はですね、高値が、一昨年の9月25日の高値をやっと更新してきたというところでございます。長いチャートで見ますと、例えば月足チャートなんかで見ますと久しぶりの高値更新ということで、もともとその天井が高い銘柄ですので、まだ上値の余地は十分あるのかなと。 PR も16倍、さほど割高感はないというところでございます。決算基準ちょっと変更で出ておりませんけれども、実質大幅増益予想でございます。
あとよろず、これは自動車のサスペンション大手でございますね。あと同志社、こちらの方は雑貨とか衣料卸で、結構これ面白い企業なんですけれども、業績が 13.29.4% と連続で、そこそこの増益幅、 PR も割安気味で配当利回りも 2% 台ということで、ここは自社、現在自社株がやってると思うんですよね、自社株がやってます。あとファミリーマートはこれは、コンビニ、そして高島屋が出てますね。高島屋、これ百貨店ですけれども、こう一つこう例えば高島屋とか次に東武阪急阪神で出てきてますけれども、このこういった銘柄をピックアップしてきますとですね、まあ、スクリーニングしてくるわけですね。そうすると今後の物色の傾向もある程度つかめるということで、この消費関連の高島屋が出てきたということは、それじゃあ例えば J フロントはどうかとか、三越伊勢丹はどうだろうかとか、まあそういった株価もちょっとチェックしてみて、面白そうだったら買ってみるというのも一つの方法だと思うんですね。あと東武とか阪急阪神、これも訪日外国人観光客関連、高島屋もそうですね、そういったところがまあ今後も物色される可能性は十分あるんじゃないかと思います。あと北陸電力、これは今後まあ原油安メリットが出てくる可能性はあるかなというところで、まあ、配当を会社の方は公表してないんですけれども、まあ、もし公表されればですね、これ東洋経済予想ですけども 3% 台の配当利回りになってくるというところです。それから野村工芸社、これ最近のスクリーンよく出てきますけども、これはディスプレイの大手で、まあ、これは東京オリンピックとかですねに向けて、まあ、例えば首都圏のいろいろその駅であるとか展示場であるとか、いろいろなところが改装されたりとかですね、新しい施設が作られたりしますけれども、そこでまあかなり力を活躍するんじゃないかと思われる企業でございまして、まあ、注目したいと思います。ディスプレイの最大手でございます。あとオートバックスは自動車部品の国内の最大手ということで、まあ、今期大幅減益ですけれども配当利回り 3.4% の予想でございます。という形でこの2013年10年高値を事後にかけて更新してきた銘柄ということで、まあ、新高値銘柄ですね、注目してみたいと思います。どうもありがとうございます。浅井でございました。浅井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんにリポートしていただきました。今のひっくり返ったチャートって土天チャートって言うんですけど、試してみるといいですよ。上と下を逆にしてみるとね、心理が変わりますから面白いです。結構世界が変わりますね、はい。